今日の開封動画、ソフトバンクからこうやってレターが来ました。ソフトバンクカードの更新カードをお届けしますということでこう来てるんですよね。ソフトバンクカードなんて使ったことがないのに何のカードだろうということで開けましたね。そうすると、こうやってワンちゃんの顔のカードですね。これソフトバンクでスマホとか契約してるとこのカードを発行されるんですよ。まあ私が希望したのかもしれませんけども、ということで黒いカードが送られてきましたね、今回はね。じゃあこのカードを使って T ポイントとか貯めていこうかと思いますけども、でも使うタイミングないな。まあここにいろいろ書いてますけども、オンラインショッピングの登録を変更してくださいということ書いてますね。で、古いカードはハサミを入れて捨ててくださいってことでございます。全国いろんなお店で使えますということで、お届けしたカードをソフトバンクカードアプリから登録と。おお、なるほど。で、使い方は簡単。 ID でと言ってスマホをかざすだけ。これをね、登録することによっていろんなところで、ID でと言って払えるわけですね。これ便利じゃないですか。ソフトバンクのアプリがここでダウンロードできると。これ知らなかったな。今度からこれ使おうかな。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、コンビニに行くときは私ペイペイで払ってたんですけども、ID でって言って払えばいいわけですね。よし、これから使いましょう。それをそしたら T ポイントが貯まるんでしょう。はい、ということで、ソフトバンクカードの使い方が分かりました。ありがとうございました。それでは使っていこうかと思います。